した記憶、あの日の桜が心に揺れる、描いた夢を覚えてますか、私に託した小さな光、心を引き裂く痛みの中、長い夜明けを一人待ち続け、消えそうな想いを私を包んでる、今ここにいるよ、ちゃんと見ていてね、私はここにいるから、手をつなぎ、ゆっくりとゆっくり走れるように応援しようと思いました。そして今見てもらったこの作品、お友達と一緒に歌を作って、そしてサンドアートで列車を走らせようと思いました。この曲をプレゼントしてチャリティーライブっていうライブをやって、その募金を持って届けに行きました。それが2016年地震のあった年の11月でした。そこで種をまいてみて芽が出たところだったね。でもこの曲は希望の花
という名前です。さあそれをみんなに見てもらいました。で見るよ。じゃあね、みんなまず普通に拍手。はい、普通に拍手。はい、いい拍手です。じゃあ楽しいな、感動したなと思ったらもっと大きな拍手。あ、いいね、もっと出るかな。うん、いい拍手で、すごい感動した、楽しかったよっていう時はもっともっともっと大きな拍手。上の方にパチパチしてもいいよ。じゃあお話楽しみだよっていう人拍手。おお、大きい拍手、ありがとう。うん、音出るね。うん、でみんなはさ、幸せを感じる時ってどんな時？美味しいもの食べた時とか、遊んでる楽しい時、ディズニーランド、おう行った時、うん、でケープさんはね、大好きなケーキを食べてる時がとっても幸せです。ツバメは王子に出会ってどんな幸せを知るんでしょうか。さあそれではそろそろお話の始まりですよ。暗くなります。拍手。ある町の広場に王子の像が立っていました。王子の像は銀色に覆われ、二つの瞳には青く澄んだサファイアが、剣には真っ赤なルビーがキラキラと輝いていました。町の人はこの像を幸せの王子と呼んでいました。遊ぶことに夢中になった一羽のツバメが、南の島へ行く季節が過ぎてしまいながらこの町に飛んできました。知らなかった。この台に上がり街を見渡してみると、悲しい出来事が見えるようになったんだ。私の心は冷たい鉛でできているのに、泣かずにはいられないほどの悲しみがこの街にはたくさんあるんだよ。ツバメさん、ツバメさん、一晩だけ私の願いを聞いてくれないか。あの親子に剣のルビーを届けてくれないか。
た拍手もぜひそれで気持ちを伝えてください。それでは最後の曲です。ありがとうございます。